九十九里町は千葉県東部の町、九十九里浜の南部に位置する。都市雇用圏における東京都市圏。紀州片浦の漁民によって開かれた戦いを中心とし、漁業の町、イワシの町として有名である。江戸幕府八大将軍、徳川吉宗は官書の栽培を青木根苑に命じ、現在の九十九里町不動堂で試作させている。この結果、教法の大危機に移行。 関東地方や離島において、サツマイモの栽培が普及し、天明の大飢饉では、多くの人々の命を救ったと評される。そのため、当地には、関東地方干所栽培発祥の地の石踏みが、建てられている。井の田高生探知としても知られ、高村光太郎、竹久夢二、徳富六花などの多くの文人仏閣が、九十九里の地に訪れている。夏には、 海水浴客で賑わう保養地となっている。千葉県東部に位置し、県庁所在地である、千葉市から約3 0トルの距離である。東京都の都心から60の7 0トル圏内で、ある。都市雇用圏における、東京都市圏に含まれ、東金市への通勤率は17.0%。太平洋に面し、九十九里平野及び九十九里浜の南部に位置する。 浜那須郡聖地などの自然が残る。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると8.30%減の16,510人であり、増減率は千葉県下54市町村中51位、60行政区域中57位。調整、編集定数、16県政編集国政編集平地を生かした稲作や、 野菜の生産が盛んである。千葉県園芸特産地指定型会、漁港区十区里町における漁業には、主に岩島き網漁業、小型船舶によるハマグリ漁と呼ばれる観光遊漁船の3種がある。有名な地引き網は体験型観光としてのみ行われている。水産加工業、編集主にカタクチイワシを原料とした水産加工が行われている。 生産品目は、みりんぼし、めざし、丸ぼし、煮ぼし、ごま漬け、野菜漬けである。なお、地元で採れる、岩蠣は大ぶりで味がクリーミーである。漁港、編集九十九里町における観光には、海水浴、サーフィン、海釣りなどがある。1970年代頃まで、九十九里町における観光といえば、夏季の海水浴が中心で、浜沿いには、 季節民宿が存在していた。しかし、自動車の普及と交通網の整備により、九十九里町は東京都の都心からの日帰り県となったため、季節民宿は縮小傾向にある。南関東ガス田の中にあり、天然ガスを産出する。なお、町内のガス供給は町が行っている。町内の主な工場、編集、町内の主な企業、編集千葉。 県立九十九里高等学校高等学校、編集中学校、編集小学校、編集、町内には保養地であることから宿泊施設が点在している。代表的な宿泊施設国民宿舎サンライズ九十九里以下の6つの施設が津波避難施設に指定されている。町内に鉄道路線は通っていないが、路線バス、高速バスによる交通網が発達しており、 東京駅や千葉駅、京成千葉駅のような主要駅への直接アクセスが可能である。1926年から1961年までは九十九里鉄道が通っており、西駅、学校前駅、か佐片か駅の各駅が存在した。廃線後は九十九里鉄道バスが旧鉄道路線沿いを運行している。路線バスの停留所、片か駅バス停留所は、 上坂高井駅の名残である。九十九里鉄道バス千葉フラワーバス、小港鉄道、九十九里鉄道によって路線が運行されており、東京駅や千葉駅と、片タやサンライズ九十九里を結ぶ高速バス、急行バスも運行されている。九十九里一宮大原自転車、同線有料道路主要地方道、一般県道自転車道、井上忠敬記念公園九十九里ビーチタワーから望む。 初日の出会いの駅九十九里工芸品、編集郷土料理、編集、イワシ漁が盛んであったため、イワシを用いた郷土料理が多い。千葉県指定文化財一覧。角川日本地名大辞典12千葉県247ページ、九十九里町の国、県指定文化財、青木昆耀不動道館所試作地、町長挨拶九十九里町ホームページ。 w w w t o w n k u j u k u r i c h i b a j p 2 0 1 9年6月4日閲覧浜梨郡聖地九十九里町ホームページ w w w t o w n k u j u k u r i c h i b a j p 2 0 1 9年6月4日閲覧 ab 歴史九十九里町ホームページ www.town.kujukuri.chiba.jp2019 年6月4日閲覧協議会の仕組みと運営九十九里町2019年7月31日閲覧津波避難施設の指定について九十九里町重要文化財武家屋敷門移設工事が完了しました2018年11月15日閲覧 伝統行事中送りの開催について九十九里町、ホームページ、w w w t o w n k u j u k u r i h i b a j p 2 0 1 9年6月4日閲覧、日本の合文化、名物共の名産物千葉県防自慢九十九里浜、片海漁港九十九里町の里の名産物、jpsatobunka.net2019 年6月4日閲覧、 特産品、九十九里エリア観光ガイド。九十九里、東金、三部、大網白里、芝山、横芝光エリア観光ガイド。2019年6月4日閲覧。千葉県、千葉ブランド水産物認定品。千葉県、2019年6月4日閲覧。千葉県、九十九里町の国、県指定文化財。千葉県、2019年6月11日閲覧。 ディッシュが初代九十九里町観光大使に就任しました。2015年7月23日閲覧。九十九里町二代目観光大使カノンプ2020年5月20日閲覧。カテゴリー九十九里町も参照。ありがとうございます。